はい、こんにちは、うんです、えー。今日はですね、えっ、ー、とー、まあえー、手帳系のですね、えー、棚卸し動画っていうかね、そういうのをやりたいと思います。えー、何かっていうとですね、毎年僕はですね、ま、ああのー、 秋冬になるとですね、えーまあ、今年の手帳はどうなんですかとかですね、えー、おすすめは何ですかみたいなことでですね、えー、ちょいちょいラジオとかテレビとかそういうので、えー、商品を紹介するわけですけれども、えーまあ、そのためにですね、お店に行ってはですね、だいたいあの10月頃にお店に行ってですね、えー、今年はなんか面白いの出てるかなって言っていっぱい買ってくるわけですけれども、でですね、だいたいあれなんですよ、そういうのって、 えー、もうちょっと後になってから、えー、テレビやラジオのオファーがあるわけですけれども、その時になって慌てて探してもですね、す、え、で、ー、に売り切れていたりとかですね、あとは、まあ、何ですかね、あのー、まあトレンドがよくわかんないっていうこともあるので、今年はどんなものが出てるかなっていうのは毎年、えー、まあ、見ていくわけですけど、その中でですね、とりあえず買っとけっていうことでですね、えー、手帳やなんかを買ってくるわけです。 で、その買ってきたものがですね、家の中にですね、すっごいいっぱいあるんですけど、これも、うん、なんでしょうね、何年か置いておくとですね、それが役に立つこともあったりしてですね、まあ前こんなのが出てたねとか、あと同じ手帳でも仕様が変わってるねとかいろいろあったりするので、そういうものをですね、とりあえず、まあ取ってあるわけですけども、それがですね、すごい場所を取るので、えー、最近はですね、あの、ある程度の時期が来たら、まあ、 えー、まあ、これ使わないなっていうものと、えー、ちょいちょい使うなっていうのは置いといて、それ以外のものはですね、えー、圧縮してですね、段ボールに入れて、あの、ミニクラっていうサービスがあるんですけれども、えー、まあ、倉庫サービスですね。そこにですね、一応資料として保管しておくみたいなことを、えー、やっておりますという感じなんですが、まあ、自分の微暴録も含めてですね、えー、何あったっけなっていうのをですね、えー、見ながら、だらだら、 紹介して今年と去年ですね、の、えー、手帳で、まあ、えー、こんなの買ってたなっていうのを、えー、振り返りながらですね、箱に詰めていくというのを、えー、やりたいと思います。なので、えーとー、今回はこれがおすすめっていう超、えー、なんか一個があるわけではなくて、う、え、ち、ー、にあるやつを順番にいくので、まあ、あのー、お時間ある方は、えー、だらだらとお付き合いいただければと思いますという感じです。じゃあまあ、早速行ってみましょう。はい。 <laughs> <laughs> はい。えっ、ー、とですね、まずでかいやつからいこうかな。えっ、ー、とですね、あのー、手帳カレンなんか、手帳っていうとですね、まあ大体はですね、あのー、英語とか B6 とかそのぐらいのですね、まあちっちゃいのが今は、 まあちっちゃいってか、まあ英語でも大きいって言われますけれども、そういうのがあれですけれども、大きいのもあるわけですね。ねこれはですね、えっ、ー、と、フラットダイヤリーっやつのでかいやつなんですけど、A4 サイズ。開くと A3 っていうですね、すげえでかいやつですね。まあシンプルなので、えっ、ー、と、まあほぼカレンダー状態というかですね、デスクに置いて、まあなんかこう、 えー、まあ予定を管理するっていうですね。まあ管理職系の人であったりとか、みんなで予定を書いたりとかするのもできるということで、この大きいやつ。で、まあこれはこれで一定の人気があってですね。あとまあ見やすいっていうことで、まあ折りたためるカレンダー的なところもちょっとあるかもしれませんが、えー、そういうやつですね。で、これは、えっ、ー、と、フラットダイアリー、この緑さんですね。デザインフィルの緑ブランドで出ている、えー、フラットダイアリーっていうのは結構有名で、 えー、よくあるタイプですね。かわ、まあ、この、表紙が硬いっていうのと、まあ、薄っぺらいっていうので、まあ、ね。あの、ほとんどですね、まあ、ここしかないんですね。あの、いわゆるあの、手帳っていうかですね、メモ欄を使う気はもうさらさらないので、最初からそういうのがないですね。なので、こんな風に、ダバッと、えー、広がっているだけですという感じで、だからもうマンスリーだけなので、もう薄いんですね。 なので、えー、このまんまですね、えー、まあ、えー、カバンに入れてるっていうことも、まあ、できなくはないという感じですが、そんな感じですね。それに対してですね、同じサイズなんですけれども、黎明藤井さんですね。え、黎明藤井さんの、えー、これは、フォー、えー、フ、え、ォ、ー、ル、フォルダイアリーですかね。FOL。フォールドとダイアリーをかけてるんだよね。 まあこういう、なんか英語のダジャレって読み、読むときどうしたパフォルダイアリーって読むんだなっていう感じですね。なので、まあちょっとあれですが、えーと、これはですね、開けるとですね、あ、もう,もう土手だから開けちゃおう。はい。えっ、ー、とこ、片側がね、よいしょ。よいしょ。よはい。えーとですね、もう今日こんなテンションでいきます。 はい。えっ、ー、とですね。まあ、これちょっとあの、マグネットしおりがついてて、ちょっと、えー、親切。で、あのー、ここのダイヤリーの部分は、さっきとあんまり変わらないですね。えっ、ー、とー、さっきのやつは、えっ、ー、と、横にですね、あのー、縦型の、あ、これもね、あれですね、この縦型の1ヶ月っていうのがついてたりして、なんとなくこっちは別枠で使う人もいるっていう、ね、のはありますけれども、こっちはもう本当にシンプルに、えー、まあ、マンスリーが、 続いている感じです。だから、まあ、マンスリーに関しては、まあ、同じような機能なんですけど、それがですね、まあ、こんな風にですね、えっ、ー、とー、まあ、えっ、ー、とー、ケース、フォルダーのケースに、まあ、フォルダイアリーですから、フォルダーのケースに、このポケットなんかも付いてたりして便利ですが、入っていて、もう片側にですね、こっちに、えー、ノートパッド。まあ、あのー、上が閉じてあるタイプのですね、あの、ミシン目で切り取るタイプの、まあ、あの、リーガルパッドみたいなやつですね、の、 紙がついてます。これ両面なんだね。で、表が方眼で、えっ、ー、と、裏がですね、えー、よいしょ。はい。裏が形線。まあ、っていうか、横系の強いドットでできている系なんだけども、縦形が薄くなっているので、なんとなくこっちはですね、形線っぽく使えるけれども、表面は、えー、普通の方眼っていうですね。 すげえこだわっている感じがします。まぁ、あ、ちょっとこだわりどころがちょっと表裏でこれを変える意味があるのかっていうとあれですけども、ね、完全に形線じゃなくって、この縦形が入ってたりとかするんで、あれですが、まあ、ちょっとですね、えー、まあ、不思議な感じのやつが入っていますよ、ということで。ねこれあの、ダイヤリーとかの時はこういう紙を取っとくかどうかっていうのも結構悩むんですけれども、こういうところに説明書きがあったりするんで、まあこれはこれで便利だったりもしますが、こういうのを挟んでおきます。はい。 えー、これは黎明さんのフォルダイアリーですね。それこれも結構、えー、いい感じに。えっ、ー、と、大きいの好きだったら、まあ、こういうのがいいですよ、って感じですね。はい。あ、ちょっと、元に戻す。はいで。あとはですね、えっ、ー、と、これキャンパスですね。もう買った時の値段、こうやって貼ったまんまなんですね。えっ、ー、と、これは、あれですね。あの、普通にノートのケースなので、で、こっち側にちょっとあの、クリアフォルダーっていうか、 的なもののがいいているのでここにまあ大きいサイズのそういう、えー、マンスリーなんかを挟んで使うと、えー、使えますよという感じでこれはケースとして買ったんだな <laughs> なのでこれ自体はダイヤリーではないですねと <laughs> いうことでまあこの辺が大き、はいやつです大きいやつ終わり、はい、で段、ね、ボールに入れながらえっ、ー、とですね順番、まあ、にいきましょう 今日はですね、特に、えっ、ー、と、順番にルールはないです。えっ、ー、とですね、まあ、あの、えー、もらったりすることもあったりするんで、これ自由スタイルっていうやつですね。自由が丘の、まあ、企画会社さんかなが作っているので、自由スタイルっていう自由が丘スタイルっていうやつなんですけれども、えー、自由が丘生まれの自由な手帳、自由スタイルっていうですね、もうどこまで自由なんだっていう、えー、手帳なんですけれども、 ちょっと面白いのは、これね、種類がいっぱいあるんだけど、えっ、ー、と、私が面白いなと思うのは、これですね。この箱入りのタイプなんですけど、えっ、ー、とですね、スプリング、サマー、えー、あ、フォール、ウィンター、これ順番が逆ですね。になっていて、要は、1年を4つに分けて、えー、3ヶ月ごとに表紙がついているタイプなので、まあ、薄く持てるよというね、ものです。で、中がですね、これ、ともえかな すごい薄いですね。萌えリバーっぽい感じですね。薄い、えー、紙で、1日1ページの方眼で、まあ超自由なフォーマットですね。えー、何を書いても構わないよっていう感じのフォーマットで、何にもないシンプルな感じです。シンプルなの好きな人はこれいいですね。で、えっ、ー、と、1週間の始まりに1週間がこうドーンと出てきて、ここに1週間の予定を書きの、えー、その後は1日1ページがこうなってるので、まああの、 まあ、しっかり書けるっていうタイプですね。です。なので、えー、そうですね。で、あとなんかもう、えー、こういうマンスリーの、えー、冊子になっていて、多分これあれですね。年間にほら、えっ、ー、と、この、差し替えるので、1年分持てないので、えー、こっちに、ま、まとまった予定っていうのを書いといて、これ一緒にこう挟んで持っとくみたいな感じですね。っていう感じの、えー、自由が丘生まれの自由スタイル。っていう感じですね。 ええー、まあ、あの、一年、一日一ページものって、まあ、これでも、だからその止めリバーの薄いの多分使ってるので、結構薄く仕上がってる方だと思うんですけど、それでもやっぱり一年分ってなると、まあ、ほぼ日もそうですけど、一日一ページやるとやっぱり分厚くなっちゃうんですね。なので、まあ、そこら辺をどうするのかっていう問題はあって、えー、分割するっていうのがこの自由スタイル。あと、普通にまあ、あ この自由スタイル、あの、1、1年、1冊のやつもあるんですけど、こっちの場合だと、まあ、こんな風にですね。よいしょ。マンスリーがあって、まあ、あとは、あれですね。これはだから、えっ、ー、とー、1ヶ月のところで、こんだけメモ欄があるよってことか。ですね。なので、えっ、ー、とー、まあ、 月間予定があって、メモ欄があって、月間予定があってってことなんで、日にちを区切ってないと。習慣とかの区切りはないですよっていうのがこっちのタイプかな。ま、いろんなタイプがありますよ、という感じです。なんか、自由スタイルサプリメントっていうのがついてますけど、この中にこう、なんか、あーま、自由が丘だから、こんなのついてるんですね。え自由が丘へのアクセス。あと、えーですね、なんか、 自由が丘スイーツマップとかですね。自由が丘フェバリットメモとかですね。自由が丘を楽しむための、えー、おまけ。あ、自由が丘イベントカレンダーとかですね。はい。なので、えー、と、自由にまつわる名言。まあ、なんでもいいや。そういうものがですね。すごいですね。あの、まあ、自由を楽しむためのですね。いろんなおまけもついているよということでですね。まあ、自由が丘を楽しむための、 このね刺しがついてるところなんか面白いですねっていう感じですはいという感じですねよいしょはいやった。はい次はですねはいこちらえー、とーこれデザインフィル緑カンパニーあ緑緑ブランドですね <laughs> そう、緑はあの、緑カンパニーだったのがまたデザインフィルに統合されたので、今はブランドなのかなえっと、緑の、え MD ペーパーでできたですね、あの、手帳です。で、余白には理由がありますって書いてあって、MD ペーパー。中紙に使われている MD 用紙は、1960年に緑オリジナルのダイアリー用紙。そう、MD ペーパーっていうのは緑ダイアリーペーパーなんですね。で、 えー、ダイヤル用紙として開発で現在まで品質完了、えー、を重ねている筆記用紙です。にじみや裏抜けがしにくく、書き味が良い筆記適性を、えー、追求した紙ですって書いてあるんですけども、余白には理由がありますって言って書いてあるけど、紙の説明をしてあるっていうね。余白の説明しろよって感じがします。あ、裏にあった。余白の使い方。ね。えー、1日の余白。まあこういうね。なんあと1ヶ月の余白。まあ、えー、そもそもはこんな感じですよね。だから、よいしょ。ほいと。まあ、 要は、えー、月火水木、金土、日ってやったときに、えー、7日なので、やっぱどうしてもですね、これバランス取れないわけですよね。7っていうのがね。なので、えー、どうしてもこっちが開くじゃないですか。なので、その開いたところ、ここの部分をですね、余白としてですね、使えるようにデザインしてありますよ、ということですね。<laughs> で、あとは1日のやつもですね、1日1ページタイプでよくあるタイプのこんな感じでですね、えー、こっち側にタイムラインが書いてあって、まあなんかなんですけども、こっち側が余白になっているよということなんですが、これすごいね、日にち書いてないんですね。そう。なので、これ、 火玉入れといてくれた方が僕なんかは嬉しいんですけども、逆にこれら、これは自分で好きな時に好きな分だけ書くっていう使い方ができるし、なんならこれ1年超えても使えるのか。ってことですね。何ページあるんだろう、これ。ページ数どっかに書いてないのかな。ね、365よりは絶対多いと思うんですけど、これ。この厚さ加減からすると。でもね。そうですね。なので、 ここちょっと1日1ページタイプですが、日玉は入ってないっていうことですね。えー、マンスリーと、えー、この年間みたいなのがあるんですけども、えー、1日1ページところには日玉入ってませんという感じです。ちなみに日玉って言うんですね。日付のところをね。えー、日玉って言いますね。あの、 1>, 1月に、あとかえっ、ー、と、1日2日っていう数字を日玉って言うんですけども、えっ、ー、とですね、あの、一応、だからこういう1月2月っていうのは月玉って言うんですけども、まあ、そんな感じでですね、日玉月玉って言います。で、これがまた、この日,日玉っていうのが、日本の、えっ、ー、と、祝祭日に合わせて作ってあるわけですけれども、これが海外のやつの手帳を輸入してきたりすると、ここが海外仕様になってるので、休みが違うじゃないですか。 あれ用玉とか言うんですね。あのー、こう、外から持ってきたやつはね。そんな感じで、まあなんか、ひだまっています。まあ、そういうね、豆知識的な。はい。で、まあこのノルティはあれですね。あのー、日本農立協会がノルティ、改めノ,リ、えー、ノルティですね。の、えー、手帳ですけどこれも本当にストレートに読みやすいっていうやつですね。やっぱ日本農立協会は本当安定のですね、なんですかね、ビジネスマン手帳をいろいろ作ってるわけですけれども、まあ、何も言わずに、 見やすいっていうのとインデックスがついていてカッカッと開けて見やすいっていうところでいけばやっぱノルティいいよなあと紙質もいいんですよねあのー、やっぱり手帳をずっとやってるんであのー、抜けもしにくいしすごく紙質も良かったりします今日はなんか上の階の子供が、えー、ドラムではなくて走ってますねこういうこともよくありますうんなんかねあれですけれどもうん 団地なのでしょうがない。はい。で、えっ、ー、とですね、こうあのメモの部分がこうやってね、あの、実はミシン目が入っていて、こうこうちっちゃく切り取ることもできるよって。こういうのね、俺ね、切り取るの苦手なんだよね。大体いいこういうおまけ切り取ってくださいねって書いてあるやつが、まあ、年末になってまだ切り取れてないっていうのは僕はよくあるんですね。思い切りが悪い性格なんで。 ですね。な、そんな感じですけど。あ、それで、手帳やってるとあれなんですよね。手帳いっぱい持ってるんですけども、使ってねえじゃんって今これね、見せながら思うかもしれませんが、やっぱり手帳って、何冊も同時に使えないっていうね、他の文房具はね、かなり使ってる方だと思うんですけども、手帳に関しては、やっぱり、なんかね、使えない部分があったりするので、だ同時に全部書くのは無理じゃないですか。なので、そういう意味ではですね、 えー、どうしても手帳の評論だけはですね、実際にこの手帳をずっと使ってます、5年使ってますみたいな人には勝てないんですね。そういう問題があったりします。まあそういうね、話もちょっと入れつつ。はい。えっ、ー、と、これはですね、どこだっけえっ、ー、とですね、これあれですよね。えっ、ー、とー、よ。えっ、ー、とー、これ極東が作っているブランドで、なんだっけえー、神野ってやつか。 えですね。っていうブランドです。えっ、ー、と、極東は今あれかなえっ、ー、とー、なんだっけプラスのグループに入って、えっ、ー、とー、日本、日本なんだっけ日本ノートだっけなんかそんな名前に変わったんだっけなんかそんな、だったと思うんですが、えっ、ー、とーですね。えー、グループじゃないのか一応は業務的。んどっちだっけなんかわかんなくなりました。えっ、ー、と、一応後で調べます。えっ、ー、とですね。 あのー、まあ、極東のやつですけどこれは割とクリームの、ちょっと厚めのザラッとした感じの紙ですね。の手帳です。え何がいいかというと、一週間こうなっていてですね。えっ、ー、とー、まあ、こう、これね、土日が広いんですよね。で、あと、ここに、あの、ま、書く欄がすごく大きいのがあって、まあ、メモ欄が大きいよということなんで、まあ、土日使わない人はここもメモに使えるっていう感じだとは思うんですけども。 まあ、あの、バーチカルのあり方っていうのもいろいろ変わるよねっていう感じで、まあ、こんなのも買ってきました。はい。あとですね、これはですね、これは、えっ、ー、と、タスクマスターっていうですね、これは、ダーユナイテッドビーズ、あ、ユナイテッドビーズか、倒産してしまいました。っていう、このユナイテッドビーズの手帳なので、もう来年はないんですけれども、ここのところがポケットになっていて、えっ、ー、と、開くとですね、まあ、これの、 ちょっとね、ポイントはやっぱりこういうところかなと思うのは、やっぱり、こう、えー、と、見開きで、まあ、ああの、一週間、こうあってですね、ここのところが、だから7で終わらなきゃいけないから、44でやると8で、ここの部分が、まあ、ちょっとですね、えー、今週っていう目標を書くところがあって、で、えっ、ー、と、まあ、面白いのは、書く日にちのところが、方眼とチェックリストなんですよ。to do なんですよね。 んですかね、時間管理じゃなくって、やることベースで生きてるっていう人っていうのもいるよね、っていうことで。ま、こんな感じだったりします。ね。なので、ま、こういうのもありだよね、っていうことで。結局、何時に何しなきゃいけないかが決まってる職業の人も多いです。でも、え今日中にこれさえ終わらせればいいやって決まっている人もいますよね。 ということで、今日はこれをしなきゃ、みたいなことを、えー、ここにメモっておくっていう意味では、こういうやり方もありだよね、というふうになってます。なので、まあ、デスクワーク系の仕事であったりとかですね、あとはま、お母さんとかで、えー、今日なんかね、あのー、インフルエンザの予防接種の予約をしなきゃいけないとかいうみたいなのをこう入れておくみたいなね、のがあったりします。なんで、それは使いました。はい、次。これはパイロットさんですね。パイロットの黒い手帳なんですよね、これ。 ま、なんでかっていうと、これはあれですよね。あの、ジュースアップとかの、あの、白い筆記具を持ってるわけですよ、パイロットは。なので、えっと、黒の上にはっきり書ける顔料系の、ま、あれですね、ゲルインクのボールペンを持ってますから、それを使えっていうことですね。ま、昔はね、ハイブリッドミルキーが流行った時なんかは、そのハイブリッド用の黒い手帳っていうのも出たりもしましたよね。あれはペンテルさんですけども、こんなものが、ま、えっと、パイロットさんは今こういうね、 ええと、ので、まあ、黒白逆転しているので、まあ、あの、この方が見やすいっていう人もいるんですね。ということで、えー、こういうですね。まあ、あとは映えるっていう感じですかね。というのもあったりして、まあ、黒。後ろにポケットがあって、このね、えー、ファスナーがついてるんで、物が入るよっていうふうになってます。はい。こちら。はい。<laughs> 次はですね、ひよみこれですね、この手帳、これどこだっけなええー、とー、これはですね、開けるとですね、観音開きタイプですね。こんな感じです。 だから、こっち側で、はい、月間表示、こっち側で、えっと、習慣表示っていうのを並べてですね、ま、こっちの月間をこっちに移すみたいなことができるよとってことで、同時見になってます。なので、えっと、月間はそのままにして習慣をこう、めくっていくこともできるということで、ま、両方同時に見れるという感じですね。見て両方書けるっていうところなんで、ま、そこら辺がメリットだったりします。 うんと、まあ、いいところはその両方が使えるんですけど、まあ、ちょっと気になるのはやっぱりですね、この戻りがあるので、ちょっとやっぱ幅が狭いから戻りが強いんですよね。なので、こういうの開いた時にこうやって向こうになんか置いとくものが欲しくなりますけどね。っていう感じだったりします。あと、ま、幅が狭いので、ま、使い勝手は人によるかなという感じですが、これをね、まあ、閉じ方が、やっぱり、そのデジタルにできない閉じ方みたいな部分が、やっぱりですね、 あのー、手帳の売りみたいな部分っていうのはやっぱあるんで、紙の手帳の工夫っていうのは色い々ろいろあるんですけど、まあこういう工夫もあったりします。今日上の子がなかなか元気だな。はい。っていう感じだったりします。<laughs> はい。次。はい。お金と予定を一冊で管理できる手帳。これはデザインフィル、緑さんですね。デザインフィル。これ、あのー、すごい面白い仕掛けがついていて、えー、とですね、こうなってるわけですけれども、 え、これダブルスケジュールってやつだけど、いろんな種類があるんですけど、これお金と予定ですね。で、これ、ま、お金のことを書くページと、これですね、お金のことを書くページと予定を書くページっていうのが、各月ごとにあるんですね。だから1月だと、こんな感じで、えっと、ほら、えっと、月間スケジュールがあって、次のページはこれですね、えっと、ま、1日から31日までで、ま、こういうふうにですね、え、それぞれの、 欄があってですね。えっ、ー、と、あれですね。あの、まあ、食費とか、光熱費とか、なんとか費みたいなのをこうやって入れていくんですかね。まあ、そんな風にしていって、えー、まあ、家計簿になってるわけですよ。で、こっちが予定表なんですけど、これがまたあの、外で使ったりするときに、家計簿が、なんですかね、あの、書いてあるのが生々しい数字が書いてあるから人に見せられないじゃないですか。って言ったときに、これさりげなくそれを隠せるっていうのがいいところで、<laughs> えっと、この手帳なんですけれども、こここのね、赤いところを押さえて、こう見くるとですね、必ず、こうね、あのー、開くのが、必ずスケジュールのページが開くんですよ。ほら、こうやってね。えー、よいしょ。はい。えっ、ー、と、わかりますここの赤いページだけを、赤いとこだけをこうやってやると、必ず、ほら、えー、スケジュールのページだけが開きます。で、この青いところをこうやって開くと、必ず、ほら、家計簿ページだけが開くようになってるんですね。 なので、人前で開くときに、さりげなくこっち側を持って買ってめくるとですね、えー、相手に、これ家計簿がついてるっていうのを見られなくて済むっていうところがいいとかですね。これ何が違うかっていうと、ほら、ここの部分ですね。これちょっと欠けてるんですね。赤の部分は下側が欠けてます。で、青の部分は上側が欠けてます。 ってなっているので、この違いで、えっ、ー、と、こう、指をかけて、こうやってめくった時にですね、えー、このね、えー、次のページ、ここの切り欠きがね、かけてる部分はこうやってペロンってそのままいっちゃうので、えー、ここのページが開くよと。で、次は、またこの、このページが開く。で、ここは引っかからないので、えー、こっちのページが開かないとなっています。で、えっ、ー、と、こっち側からめくるとき、右手でこっちを持ってこうやってめくるときはですね、 この、えー、スケジュールを見るときは下の赤い方を持つんですけども、これ、えっ、ー、とー、左手で持って逆向きにめくるときは、この上の方に、これね、ほら、こっちから見ると下が赤いんですけど、こっちから見ると上が赤いんですね。だから赤い方を持つと、ほら、やっぱりこれも、えー、このね、ページだけが開くということで、なかなかよくできてる仕組みですね。これ大好きなんですね。ということで、えー、ダブル、スケジュールマネーっていうね。これあのー、 普通のスケジュール、だから、プライベートと、えっと、ま、仕事っていうのもできるし、あとはなんか、えっと、普通のプライベートと、あと、プライベートとか、の普通の予定と、ガントチャートみたいな組み合わせもあります。これ結構組み合わせが多いんで、面白い、です。はい。あとはですね、これはあれだね。えっ、ー、と、これ、あの、ずっとマークスが出している、 これ割とあの定番品ですけれども、えっと、これはですね、えっと、ま、あの、ノートブックカレンダーってやつなんですけど、ま、立つカレンダーがちょっと前に流行ったんですけども、その流行るよりもずっと前からやっているっていうですね、えこういうですね、えカレンダータイプになっていて、ま、年間があって、こういう月間カレンダーがこんな風にあってですね、こうやってめくると。で、これま、こうやって立てておくことももちろんできるんですけれども、こうやってね、 いや、カレンダー、なんか、カレンダーをそのまま持ち歩くような感じですね。で反対側はこんな感じで、えっ、ー、と、まあ、形成になってんで、まあ、ちょっとしたメモぐらいは書けるかなっていう感じですけども、えー、そんな感じです。まあ、月間のカレンダーだけを持ち歩くような感じなので、これ割と、あのー、人気で、 あのー、まあ、あ月予定が分かればいいよっていうのとか、あとはね、これパソコンの横なんかに立てておくとすごく、えっ、ー、とー、今の予定っていうのがこう立てて置いとけるんで、えっ、ー、と、デスクワークの人なんかもこういうのを使う人多いです、はいね。はい。それから次。はい。キャンパスダイアリーの2、これですね。同時見できるタイプですね。はい。えっ、ー、と、これはですね。えっ、ー、と、週間予定が同時に見れるから予定が立てやすいっていうやつですね。この、 これは誰でしょうえー、この、なんとか、あさみさんですね。えー、未来を動かす72時間手帳術が実践できる。うん72時間。まあ、ご購入、えー、クオーカードプレゼントはいいか。えー、と、ここに、その、えー、メンタルトレーナーの、これは、ひさどめっていうもの、なんていうものなんかわかんないですけども、あさみさんの72時間手帳術っていうのがあって、24時間かける3日、72時間を1単位として捉える。 お,おだそうです。うーん。なんかよく、あれですね。いろんな手帳術ありますけど、24時間ではなくて、72時間を単位にして考えるといいんですかね。というやり方だそうです。まあ、ここに多分ホームページがあって、えー、見に行くといろんなメソッドが書いてあるんでしょうね。まあ、あの人間、あのね、 あの、災害なんかに巻き込まれても72時間ぐらいは頑張れるみたいな感じのことをよく言いますけれども、えま、そのぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。はい。こんな感じ。はい。ええと、で、これ何かというと、え、同時に、これもさっきと同じで、上が、例えば、マンスリーを開いておきながら、下が、ウィークリーでこうやってめくっていけるよという感じですね。という感じなので、ま、上下で、えっと、こうね、 書き写しをしををななくても月間を見見がら週間は見れるとやっぱりあの月間と週間を同時で見るっていうのはやっぱり要望としては多いんでしょうね。ということでまあこういう手帳がありますが、ええー、と、もちろん月間の方がページ数が少なくて済むわけですから、月間が終わったらですね、そこの後はもう延々トゥードゥーリストが繋がっているっていうのも、まあちょっと面白いですね。で、これはもうやり終わったらどん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 進めていくと、今のトゥードゥーリストがやっぱり開いておけるわけですよね。なので、 ま、これもいいですね。あとメモがついてるって感じですね。まあ、僕なんかもう最後までトゥードゥでもいいんじゃないかって思いますけども。そのぐらいの感じの。まあ、だから今日仕事やってるのと、この、えー上下を同時に見ることができる手帳っていうことですね。まあ、安定のキャンパス。これはあれかなまあ、あの、キャンパスの紙なので、多分ゲルインクなんかにはちょうどいいんでしょう。ということで。結構ね、手帳は紙質なんかも気にされる方多いですからですけども はい、こんなものがあります。はい。ああ、これがあれですね。さっきのプロジェクトと予定同時見っていうタイプですね。さっきお金と予定でしたね、これね。えー、でしたけども、ちょっと大きいタイプですけど、これ緑さんですね。えー、こっち下を持つと、これほら、えっ、ー、と、さっきと同じ月間表示ですけども、こっちはですね、ほら、ガントチャートになってます。なので、えー、ガントチャートといつもの,の、えー、手帳っていう感じですね。で、まあ、ああの、 この、こういうのを見ると、ほら、さっきも、右下のこの、普通に持った時、右利きの人ってここ持つじゃないですか。で、こうやって、こうやってめくるじゃないですか。で、めくった時が一番普通ってことで、普通のダイアリーがあって、こっち側が特殊系なんですね。なんで、こっちが、あの、なんだえっ、ー、と、家計簿なんですけども、こっちの場合も、こっちの下が普通の手帳で、自然に持てる方が普通の手帳で、で、こっち側の上を持つと、はい、こっちがガントチャートってことで、プロジェクト管理ということで。 まあそんな風になってるので、何も思わずにペラペラーとめくった時に、まあ見えるのは普通の方っていうのが、まあセオリーなんでしょうね。まあそんな風にできてます。まあ最近やっぱりあの、ガントチャートも流行ってますから、ね、えまあこの工程管理表から来てるわけですけれども、そういうのをですね、日常に使っていくっていうこともあるし、あと仕事なんかやってればもちろんこの日に入稿とかね、この日に印刷とかみたいなのが入るので、まあそれもいいかなと思います。はい。 次,はい、次は、これはですね、あ、これもやっぱり同じような感じですね。えっ、ー、と、ハイタイドから出ている、えー、手帳ですけれども、やっぱりここがですね、トゥードゥとね、いまあ、この8分割、さっきもありましたね、えー、8分割になってるんだけれども、ここがトゥードゥリストとメモっていうことで、まあ、ほぼ同じ構成ですね。はい。だからまあ、1日の仕事をどう見るかっていうことですけど、こういうものもありますよと。 いう感じです。はい。えー、まだまだ行くよ。よいしょ。はい。よいしょ。はい。あ、これはこの間説明したので、えー、別の動画を見てください。えっ、ー、と、これはサニービジネス手帳ね。えー、スケジュールブック。えっ、ー、と、これはあれですね。まあゆるっとした、この、えっ、ー、と、バーチカルとメモっていうことですね。なので、これはまあちょっと前に動画で説明したので、 えー、する、します。はい。これはあれですね。これは、あのー、えっ、ー、とー、こう、えー、リヒトさんの、えっ、ー、と、ツイストノートタイプですね。で、これがですね、ここのところで、えっ、ー、と、ツイストノートなんで、こう、斜めに引っ張るとガチャコンって開くんですね。なので、まあ、差し替えができるし、あの、ツイストノートを間に挟めるということで、まあ、ノートのリフィルを間に挟んだりとかして使えますと。 で、こうやってスタンドとして立てられるんですけど、これね、リヒトさんのはほんとよくできてて、ここに滑り止めがちょびっとついてます。これが、も、ま、う、あ、絶妙に滑らないので、これひろ、ひら、ひら、広げて、こうやってやるとですね、まあ、どの角度でも大体止まっててくれますね。かなり、えー、寝た角度でも滑らないので、まあ、机の上でこポンと置くと、えー、適当に立ってくれるっていうのがいいところです。ね。これはなかなか、ですね。 っていう感じです。えっ、ー、と、まあ普通にあれです。あ、あとね、これがこっち向きなんですけど、こうやってね、テントみたいに立てた場合は、ここが上じゃないですか。これひっくり返しても上じゃないですか。なので、えっ、ー、と、例えばこっちが今10月になってますけど、こっち側こうやって見ると10月で、こうやって日付が入ってて、1から31まで書いてあります。ね。なんですけれども、 こうやって使う人はこうやってやるんです。だから表裏でこうやって見たら、こっちがガントチャートっぽく使えるわけですけども、実は下にも、これね、えー、ひっくり返った日付が入っています。どういうことかというと、えっ、ー、と、こうやってですね、平たく置いて使いたい人ね。はい。えっ、ー、と、机の上にこうやって,置,きて置いて、こっちも目もこっちに引いてやると、こっち側に、上の方にですね、ガントチャートを見たいっていう場合はですね、 これ向きが逆なので、なので、こっち側にも日付が書いてあるよと。で、こっち逆向きなので、立てたわよ、こっち側。なので、まあ、その向きが逆なので、どっちかしか使えないんですけども、えー、そんな風に使えますよ、ということで。まあ、これの最大の特徴はやっぱりツイストノートを使ってるので、え紙をえ追加できるっていうとこですね。いらなければ外すのもできるし、えーと、粘土をまたいで新しいのを買うと、一冊にまとめられますということで、それはいいとこですね。 はい。です。はい、次。えー、お、縦上さんが監修したやつだな。手帳評論家のが上達彦監修っていうね。GB プランナーっていう。GP、GB は、えっ、ー、とー、あ、ガントチャートの G とブロックマンスリ3の B でプランナーですね。ということで、開けるとどうなっているかというと、こうです。はい。 これもちょっと特殊ノートの一つなんですけど、これもね、よくできてるんですよ。さすが手帳評論家。ね。えっ、ー、とーですね、こっち側がマンスリーで、こっち側がガントチャートが広がっていますよ、ということですね。31日分必要なので、やっぱりガントチャートって言うとこのぐらい幅が欲しくなるわけで、えー、ページがこうやってめくってあります。で、マンスリーはページ開いたらすぐ見れて、で、見れた横にはトゥードゥとか、あとこっちよ4分割してるんで、まあトゥードゥ以外のメモとかでも書けるんですけども、 要は、えっ、ー、とー、で、まあ、右肩のところにこのね、1月、2月、3月って書いてあるんで、例えば5月っていうのをパンって開くと、えー、5月の予定が見れてますよ、ということと、あと5月のなんとなくのあれは、えー、メモとかがすぐ見れて、で、こっちにプロジェクトのマネジメントができるよ、ということなんですね。だからプレ、プロジェクトの管理っていうのは、1階層下でも構わないと。 でもそれがまあこうやって同時に。で、これがね、次のページじゃなくてこうやって見開けるので、えこっちに書いてあるマンスリーと、こっちに書いてあるガントチャートを付き合わせができるんで、まあ抜け漏れを防ぐことができるよと。いうことですね。これはでも普通に使い勝手がいい感じがしますね。まああの、ね、あの、毎日使ってるわけじゃないんであれですけども、これはすごくいいアイディアではないかなと思います。なので、えたてがみさん。 え、監修の、えー、ですね。さすが、手帳の評論家、立上達彦っていう感じです。えっ、ー、と、立上さんはあの、文具の扉でもいろいろと手帳について語ってくれてるので、えー、その辺も面白いので、見てください。はい。ですね。手帳温度とかでね、検索すると面白いですよ。あの、手帳を開けば、みたいななんかね、歌を歌ってますよ。あの、手帳を開けば、運も開けるよっていうね、歌を歌ってるんですけども、なかなか。 はい。あのー、仕事の前に、まず手帳っていうね、えー、歌がなかなか響きますが、あの、多分動画で見れると思います。はい。ええー、そして、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、まあ、グリッドっていう手帳、中林さんが出している、えー、手帳ですけども、月刊と週刊っていうのと、あの、保管のノートなんですけども、これがですね、ここのところ、あ、ここでよかったんだっけ違ったっけあ、ここでいいんだな ええと、ここを外すとですね、なんと、このダブルで開くっていうやつですね。ドーンって。まあ、さっきの観音開きありましたけど、それをですね、観音開きのさらにワイドタイプというかですね。だから、一個一個普通の手帳ですよと。で、こっちマンスリー手帳と、はい。 え、が開きますよと。で、こっちにウィークリーの手帳がありますよということで、まあこれを書き写したりするのに、まあ一個の手帳としてこうやって使うこともできるんですけど、それをさらにガワーって開くと、えー、両側に開いて見れますよということですね。だからまあ予定の書き写しみたいな時にはすごい便利なんだけれども、普段使う時にはこれをガッてやると、一冊の手帳として普通に使えますよと。 いうことですね。なんで厚みも違うんだよね。こっちが月間でこっちが。だからそうそうそう。さっきのみたいに、とか国境のやつみたいに月間と習慣を並べると厚みの差ができるから、普通に考えたら段差ができるのが嫌なんで、えっ、ー、とー、その分メモとかを増やしたりしちゃうんですけども、これの場合は、えっ、ー、と、こっちとこっちなんで、そのままページがこう,こう重なってるんで、別に厚みが違っても平気なんですね。で、こっちとこっちっていうのをこうやって。 合わせることができるというタイプですね。まあ普通に方眼なので普通に使いやすい感じのグリッドの手帳ですというところですね。はい。まあ中林さん。で、えっ、ー、と、これが開くんですけども、これを止めておくのに、ここの、えー、ベロみたいな部分をこっちの袋にちょっと差し込んで、えー、この、これをこっち側にペタッと貼ると、これで、えー、勝手に開いたりはしないということで、えー、まあ普通に。 だから持ってる時には普通の手帳っていう形ですね。なので、まあ機能の拡張の仕方もいろいろありますけども、こんな感じで。まああの、月間週間とか、月間とか、あと、えっと、月間、なんか普通のブロックと、えっと、ね、ガントチャートとか、そういうのが、まあ同時に見たいっていうのは、まあ欲求はずっとあるわけですね。はい。これ、ラポニック。仕事計画。 英語 FP。まあ、なんこれはあれですね。えっと、クリップボードになってるっていうタイプですね。こっち側に、えっと、マンスリーを、こう、まあ、ジョッターみたいになってるんで、上と下で噛んでるだけなんですけど、ここに紙を1枚入れて、ここに予定を書いておいて、こっちはもうクリップボード。で、このペンがさせてということなんで、まあ、ガンガンメモが取れるよ、という感じですね。立ったままでもこうやってメモが取れるんで、うん。という感じですね。なので、まあ、 仕事計画っていうのもなんですけども、そんな感じです。まあ、えっ、ー、とー、まあ現場でなんかやりながらメモいっぱい取るよと。で、こっちがむしろ、まあなんかその、おまけっていうわけでもないですけども、さっと見れて、で、あとはこっちがメインのメモっていう感じであります。はい。どうはい。あ、これも手帳じゃないな。手帳じゃないけども、これちょっと面白いんですね。これあの、はい。緑のですね <laughs>、 ええと、ノートなんですけど MD ペーパーのノートってやっぱ書き心地がいいんですよ。で、僕もいっぱい使うんですけど、僕はあの、MD が10周年記念で出した、あの、4コマ漫画タイプっていうのが好きで、それはですね、買い占めましたね。もう何、何十冊か買って、えー、今普通に使ってますけれども、MD ペーパーのノートって色々ね、なんか理由があるんだよ。さっきの余白には理由がありますとかっていう感じで、これはですね、 えー、軽さには理由がありますって書いてあるんですよ。これ面白いですよね。軽さには理由がありますって言って、えー、ノート3分冊にしたんで、1冊あたりが軽いっていうですね、そりゃそうだろうっていう軽さであります。ね。軽さの理由って言ってですね、本を分冊するように MD ノートを3冊に分けました。<laughs> 確かに、<laughs> 確かに軽いっていうね。 確かに軽さの理由です。で、軽さの理由で薄く持ち歩きに適した脱皮ノートですっていうのと、まあ三分冊した。これが軽さの理由だよね。目に優しいクリーム色とかですね。まあそれは、軽さの理由じゃないっていうのがあったりしますが。まあいいです。あのー、この独特の方眼が好きか嫌いかっていうのはちょっとあるんですけども、ね。あのー、MD は、あの、いろんな形線があるので、僕はあの、英語サイズの MD に関しては、 そのですね、あれ、ずっと定番で出してほしいんだけどな。あの、えっ、ー、と、まあ、あの、無印なんかでも売ってますけどね。あの、4コマ漫画タイプ。四角が縦に4つ並んでて、まあ、英語サイズとかだと、それが横に2列並んでるっていうタイプですね。の手帳もあったりして、それが僕は大好きですが、まあ、3冊組。軽さには理由があるっていうね、いいものです。はい。 えーとですね、これも残念ながらもうね、ユナイテッドビーズなんで次はないなーっていう感じですけれども、はい、机に立てる手帳。ここのところに滑り止めが巻いてあるんですね。あのー、ちょっと、あれですね、ヌトッとした感じのですね、滑り止めのシートが角の部分にこうやって貼ってありますので、えー、こうやってやると、まあ、滑らずに立っててくれるということで、あとはまあカレンダーですね。なので、まあここら辺はですね、まあ立つタイプのノート。 あ、ノートじゃないや。えっ、ー、と、まあ、手帳としてですね。非常に分かりやすい感じです。で、まあ、ここです。はい。じゃ、これはあれなんで、日曜始まりのマンスリーなんだね。やっぱり、手帳、手帳っていうかカレンダーを意識してるからですかね。えー、日曜始まりになってますね。まあ、このフォーマットもちょっと特殊ですね。手帳を探してる人で、やっぱりその、カレンダーも最近ね、あの、月曜始まり増えましたけども、カレンダーと手帳で順番違って、 出たたりとかするるのが気になるみたいなで、どうしても日曜始まりの方が俺はいいっていう人もいらっしゃるので、結構ですね、これはあの、こういうのね、あの、逆にこれ普通に月曜始まりだと思って買っちゃうと、えっ、ー、と、おおって思うので、まあ、やっぱ土日が繋がってる方がいい人と、まあ、日曜がスタートっていう人がいるので、そこはあれですね、って感じです。はい。 今度は、これ測量野鳥の英語っていうね、もう測量野鳥じゃねえじゃんっていう大きさのやつです。まあ、閉じ方が一緒なんでいいんですけど、これ国用さんでしょなんですけども、これはあれですね、トライストラムスだったかなですね。えっ、ー、と、トライストラムスのブランドで出てるやつですね。で、えっ、ー、と、これがまたね、ちょっとね、あのー、面白いというか、不可解な、 あれなんですよ。手帳なんですよ。で、これね、未だに僕はね、どう使っていいのかがよくわからない手帳なんですけど、えっ、ー、と、一番最初に年間があって、まあ、それはいいやっていう感じなんですけど、月間があります。これもいい感じですね。なんで、まあ、7日あって、やっぱり余白があって、余白にはいい。ね、理由がありますっていう感じです。なんですが、このね、習慣が面白いんですよ。この習慣。これちょっと、変じゃないですか、これ。えっ、ー、と、こっちが、だから、習慣で、左側のページがですね、 ええと、ホリゾンタルになってます。で、こうなっていて、月、火、水、木、金、土。で、日曜日はなんかね、こう、色がついてるんですよ。まあ、多分、休日は全部色がついてるのかな休日は色がついてますね。っていう感じになっていて、で、まあ、横方眼じゃないですか。で、なんとなく、ここがエリアで、後方眼が来てて、こっち側がなぜか、なんかブロックなんですよ。 なんか、56789011っていうのが、56789011っていう、え、なんでっていうこの、レイアウトです。うん。なんか、やることとかをこっちに書いておくのかなとか、なんかね、あれなんですけれども。まあ確かに、縦に割ると全部のマスが薄っぺらくなっちゃうので、ホリゾンタルだとどうしてもやっぱ各欄が細長くなりすぎて嫌だっていうのはあったりするんですが、 ま、それにしてもこの対応関係がですね、なんか行ったり来たりする感じが不思議ですね。これちょっと使いこなしてる人には、どういう使い分けをしてるのかを聞きたい感じだったりします。なんかね、こっち全部メモとかいうのはよくあるんですけども、あえてここに日付を書いてあるっていうのが気になります。っていうとこですね。あと、若干あれかな経線濃いかなっていう気はちょっとしますね。まあ、な感じなんですけども。ですね。 まあ、あの、この表紙の感じとかは、ま、あの、測量野鳥の硬い表紙で、あの、丈夫な感じなので、ま、薄くて持ち歩きもできるよということなので、ま、これはこれで。紙もね、あの、あんだけ、だってウィークリーでこうやって入ってる割には薄いですよね。うん。なので、いい感じに仕上がってると思います。はい。さて、こちら。はい。マンスリーインデックスタイプ。これはですね、レイ黎明さんですね。 例名の、えっ、ー、と、カレンダーのように文字くっきり、マンスリーインデックス。ね。これも日曜始まりですね。カレンダーのようになので。やっぱカレンダー好きな人にはこういう手帳なんだろうな。ということで、もう見た目が丸っきりカレンダーですね。この、大きな数字。ね。あとやっぱこういうのね。日月火水木金土っていうね。これはいいですよね。 あの、僕ね、あれなんですよ。んで、8月って書いてあって、平成30年って、これいいじゃないですか、こういうの。僕はね、その、まあ、2018と同じ大きさでですね、平成30年。あの今年、あれ、平成何年だっけって言って、なっちゃうわけですよ。あの、なんか、書類書くときに、未だに平成で来る書類がやっぱりあ,あるわけですよね。その時に、あれって思うし、 あとですね、もう、オーガストとか書かれているよりは、日本人だろお前っていうね、8月っていうのが分かりやすいっていうのがあって、これもね、あの、SMT とか言って、頭文字だけ書いてあったりするわけじゃないですか。ちょっとね、かっこいい感じで。でも、結局、カーとかスイとか書いておいてくれた方が見やすいっていう、一瞬変換する暇手間がないので、まあ日本人的にはですね、この読みやすさ、 しかもこの六葉が書いてあるっていうあたりがですね、なかなかもうカレンダーですよね。いい感じだ。そしてこの指がかけられるところだけ若干ここになんかコーティングが施してあるあたりが、ね、汚れを防ぐためにコーティングしてあるっていうあたりがまた憎いねっていうことでですね、これは本当にあのもうカレンダーでいいわよっていうですね、人にとってはですね、これが見やすいのかもしれないということでこれもいいなと思います。はい。ドン。 はい。次。えーと、これキャンパスですね。キャンパスの、やっぱ同じようなタイプですね。これもこうやって立てて使えば、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、あ、立てて使うようにですね。で、ここのところがこうなってるんだ。なってなってんの。はい。なので、ここの部分がですね、えー、背拍子のところがこうやって広がるようになってるんで、こうやって立てておけますよってことですね。はい。で、立てて見れるので、デスクに置きっぱなしにしといて、で、持ち出す時にはペタンってしまえば持ってきますよ、ということで。 ま、コンセプト的にはさっき見せたスタンドタイプのほとんどと同じ感じです。まあ、寝台のキャンパスっていうのと、まあ、特にね、あの、あれこれごちゃごちゃとして機能はつけなくてもシンプルにいいよっていう感じのキャンパスダイアリーマンスリーです。これね。はい。になっています。はい。さて、まあ、もう50分を超えているにも関かかわらず、やめる気配がないです。が、 ええと、もうね、飽きたら来てくださいね。僕はもうこれ全部終わるまでやっちゃいますからね。このぐらい買ってるっていう話なんですよ、毎年。で、逆算手帳。これね、えーと、はい、今年ちょっと話題になってた逆算手帳。ふわふわした夢を現実に変える逆算。だからとにかく、あの、なりたい未来を先にこう、バンって決めるっていうね。まあ、それはあれですよね。フランクリンプランナーとかもそうだし、ワタミの手帳もそうだし、まあ、 要は、なんかよくある、えっと、自己啓発系というかですね、こう未来に向かって予定を立てて、それから逆算すると今日は何しなきゃいけないのっていうことですね。っていう手帳で、まあ僕ちょっと苦手なタイプなんですけど、そんな5年後の俺なんてわかるかよって思いながら生きているので、ちょっとそこら辺は <laughs>、ですが、やっぱりね、あの、やっぱ立ててる人は黙々とそこに行けるので強いよね。 ということで、ライフビジョンっていうのがあって、まあ、例えば、楽しみとか、ライクワークとか、仕事とかお金とか、それぞれのジャンルに対して、自分はどのぐらいどんな風に、まあ、あれですよね、ビジョンを持って。で、評価とか、満足度なんかも、なんかこうやってチェックしたりとかですね、価値観をここに一旦書くと。で、え、生きているうちに実現、もうすごいですよね、生きているうちに実現したいことですよ、もう。ね。 とか、あと10年以内に実現したいこと、1年以内に実現したいことっていうのはこういうが書いてあるわけですね。ここに書いていくって。まあ俺1年以内はあるな。あと10年以内か。まああれだなぁ。文房具が10年、10年後に文房具がどうなってるかわかんないからなぁっていうのはちょっと思いつつもですね。こううの書くのちょっと苦手だったりするな。でも1年以内っていうのはね、えー、この動画を見てる人がもうちょっと増えることっていうのが僕の、僕的には1年以内の目標ですね。で、 ええー、ほら、2019年、20年、21年ってダーって言って、2028年の時には、俺はこうなってるよ、というとこですね。ここになんかね、大富豪とか書いてあるんですかね。まあ、そんな風の何かを書いて、ここにね、あの、サグラダファミリアの完成予定が書いてあるのめちゃめちゃ面白いですよね。<laughs> ね。あの <laughs>、あの完成しないと言われたサグラダファミリアの完成予定がここに書いてあるっていう、東京オリンピックはもちろんわかるんですけども、このね。 なんか、自分の計画とサグラダ・ファミリアが横に並ぶっていうのなかなか超面白いっすよね。<laughs> これは大好き、いや大好きなんでね。じゃあ苦手なんだけど、こういうの面白いから好きなんだよね。年間逆算シート。な、これもビジョンですね。で、それに対して、まあどうなっていなきゃいけないか。ここにたどり着くまでには、じゃあここでどうなっていなきゃいけないか。書く。ね。一年ゴール。ね。でもここもあれですよね。目標設定、スマートの法則っていうのが書いてありますね。はい。 えー、シンプル。単純で分かりやすい。メジャーラブル。えー、判定可能。まあ測定できる。で、アトラクティブ。魅力的である。そ、え、れ、ー、から、えー、リレーティブ。夢につながっていると。で、タイムリミット。ね。えー、期限が明確であるっていうね。いやーもうなんかわかるんですよ。あの、ビジネスの本なんかによく書いてあってそうなんですけども、なかなかこれが守れないんだなはい。えー、ガントチャート。15年ガントチャート。っていう。 ことですね。これ、あれですよね。なので、普通にガントチャートで、えっ、ー、と、今年はこんなことをやるよとで。今月はどんなことを意識して過ごしますかとかいうことを考えながら。まあ、だから、手帳っていうのはもちろんあれなんですよね。予定を管理するっていうだけじゃなくて、未来をこうやって設計していくっていう手帳っていう役割もあるよ、ということでございます。ということなので、えっ、ー、と、まあ、あのー、それこそ、フランクリンプランナーとか見ると、もうなんか人生の なんか、世界に対する自分の役割みたいなとこからスタートするわけで、まあそういうこともあったりするので、まあこれをね、あのー、まあこうやって目標を立てていくのが流行るのもわかるという感じです。で、こういう未来型の手帳がちょっと流行り始めるっていうのは、どちらかというと未来に明るい材料があるってことなので、いいことかなと思います。あのー、景気悪くなると加工型の手帳が流行るんで、まあそこら辺はあれですね。はい。これこの間紹介したね、えっ、ー、と、この、オンで、えっ、ー、と、まあオンも、 手帳と、こうやってひっくり返すと、オフの手帳になりますよっていう手帳ですね。はい。これまたま、動画を見てください。よいしょ。はい。さて。えー、まあ、キャンパスダイアリーね。これも定番中の定番キャンパスの、キャンパスノート型なので、まあ、普段のノートと全く同じで使えますよという感じのダイアリーです。はい。まあ、安定のキャンパスクオリティなので、あの、値段安いんだよね、これ。 いくらだったっけなあの、まあ、手帳の割には値段安いんですけども、ええー、と、すごい、えー、書き心地はいつものキャンパスノートなんでめちゃくちゃ、どんな筆記具で書いても普通にできるし、っていうことですごくいいですよっていうのがこちら。はい。はい、さて、えっ、ー、と、これは野口幸夫の超整理手帳ですね。えっ、ー、と、超整理手帳っていうのは、 え、どういうものかというと、野口幸雄っていうですね、あのー、経済学者の人がですね、考えた手帳で、えー、このね、8週間分をこうやってね、一覧できるっていうですね、えー、腹型っていうのを考えたわけですよ。ね。えー、っと、4ページで、4枚でちょうど A4 サイズなんです。これで A4 サイズなんですね。よいしょ。よいしょ。はい。えー、っと、これで A4 サイズです。 で、えー、1,2,3,4週間で、こう、こうなってて、えっ、ー、とー、なってるんですけども、それをこう折ると。そうすると、ちょうど、えー、スーツのポケットに入るようで、この間あれやりましたよね。あのー、三つ折り、a 4三つ折りの、えっ、ー、と、隔離へのさ話をしましたけれども、これは四つ折りタイプ。ですね。 で、もともと、えっ、ー、とね、スタンダードな調整理手帳は、こういう横書きじゃなくって、縦なんですね。縦になってます。だから、ここに4とか書いてあるてで、縦のまんま書けるように、えっ、ー、と、ホリゾンタルな感じで並んでるんですけど、これちょっとバーチカルタイプの、ちょっとイレギュラータイプです。ですね。 の手帳です。で、まあ、こういうですね。えー、で、これのいいところは、だから、プリントアウトしたものとか四つ折りにしてシャッて挟むと、そのままこうやって一緒に持てるよっていうこともあって、えー、え調整理手帳。これね、ファンは多いんですよ。で、すごいファン多いんだけども、この細いのじゃなくて、英語サイズで使いたいっていう人もいたので、英語サイズでプリントされたものも用意されてますよ。とっ、折り目がついてないだけなんですけど、えー、できますよ、ということで。これは、いいですよ。あのー、 この、えっと、4週間、こうやってね。で、コピーとか取るときに4週間でコピーを取ると A4 になるっていうね。で、次の、じゃあっていうと、えっと、1週間ずれるとどうするかっていうと、頭のページを横にずらしてこっちで4週間取ればいいんですよねっていうふうに、4週間単位でこうずらしていくこともできるよと。で、これね、端っこまで行くと、ここを、だからちょうど、こう行くと、今度ね、裏返すと次の週になってるんですよ。 なので、これの行ったり来たりを可能にするために、ここに折り目が半分で折るっていう、最後のページだけ折ると、えずらすことができるんですが、ということで、ま、ここ詳しくやり始めると、キリがないので、とりあえず、調整理手帳で調べてください。これは、あの、本当にこれもですね、信奉者の多い手帳ですね。はい。です。あもうこれ何かと思ったら、こんなのもあるよ。これね、あのね、雑誌の付録なんですよ。これなんだっけ何の雑誌だっけ めっちゃ面白かったので、買っちゃったんだけど、えーとですね、なんだっけ、えーと、あの、女児向けのですね、あの、女の子向けの、あ、リボンだ、リボンの付録で、夢かなプランニングブックっていうのがね、ついてたんですよ。で、 これがね、だから、今、スタディープランナーとか超流行ってるじゃないですか。あれが、もうすでに、えっと、リボンのおまけになってるわけですよ。で、夢かなプランニングブック。なっちゃずみに憧れの私になるって言って、この、要はこれが夢かなプランニングブックなんですけども、中身のフォーマットはですね、えー、っと、要は、スタディープランナーなんですよ。で、ここがですね、タイムメーターっていうのがあって、何時に何をするっていうやつで、こっちトゥードゥリストでしょ。ほとんどそのままで達成度を書く。 タタルタイムご褒美とかね書くようになってるんでなんですがでねこっちがねちょっとザラザラしていてここはですねこれあれなんですねこのチョークで書けるチョークっていうかこれあれですねあの石木みたいなやつが書けるようになっていてでこっちにこのクリーナーがついててこ,こ消せるっていうえここはえと黒板モードになっていてあとこの可愛いいペンがついてる。 いうことなんですが、あと、こっちにはですね、叶えたい夢に対してこのね、進捗を書くっていうですね、もうほんとすごいよね。これがリボンのきですから。ね。なんですが、この夢かなのと術がね、もうほんとここにね、術が出てくるわけですよ。で、えっ、ー、とー、ここですけども、ね、このなんてハッピー夢かな、ね、で、この、 漫画、キラキラガールへの道とか、正式アップスタディーノートとか書いてあって、これ何かというと、漫画がちゃんとついててですね、もうこれあれなんですよね。これほら、なんか、ほら、テスト範囲間違えるわ、かなたくんにも笑われるわ、私ってほんと取り得ないわーっていうね。じゃあ、ドンってね、あごめんなさいって言うと、何このキラキラ三人組っていうのが出てきて、で、キラキラ三人組がですね、このみんな同じノートを持っていて、ノートの使い方を教えてくれるわけですよ。で、この三人それぞれに、こう、 彼があってほら、ねえー、優等生のさえちゃんとモデルの、えー、マイカちゃんとモテコのカレンちゃんっていうのがいて、それぞれですね、えー、使い方が違う。成績アップのためのこのノートの使い方とか、自分磨きのためのビューティーノートとか、えー、恋かなラブメモリアルノートとかですね、もうですね、あのー、それぞれですね、まあ、あの、成績を目標にするのか、 自分磨きを目標にするのかによって、この書き方とかですね、ここで使う文房具とかがですね、あ、あげく後ろにはですね、川文字レッスンって言って、かわいい文字の書き方とかね、なんかこういうね、アイコンの書き方とか使うとかっこいい単語リスト、アイディア、タスク、かっこやること、ゴール、かっこ目標みたいなね、こういうのがね、ゴーホーイといけって書いてあるんですね、はい。面白いですね。こういうのが <laughs>、 ああ、もう、やっぱり、こうやって文化はね、あのー、ちゃんと、えっと、まあ、お姉さんで流行ったら、やっぱり、あの、ね、その下の子にも流行るんだよっていうことがわかるわけです。なので、こういうのもね、貴重な資料として、ね、取ってある。いうことですね。本当何言ってんだろう、本当ね。はい。もう、1時間過ぎてんのに、ね。上の子は太鼓の練習を始めちゃいました。はい。で、はい。 えっと、小搭載、えっ、ー、と、サイズ、ダイアリー。これはあれですね。まあ、すごくちっちゃいダイアリーなので、まあ、こんな風にしてですね。えー、持ち運びができるよということで、2週間、見開きっていう変なサイズですけれども、これ何で言っていうと、ここに書いてあるけど、パソコンのキーボードとモニターの間には、まあ、置けるっていうですね、細長サイズということで、 ええと、月間なんかはですね、すげえ細いんですけど、こんな感じの月間になってますよ、ということで。まあ、ちょちょいと、ね、大事なことをメモっておくにはいいかな、ということですね。よいしょ、こういうのもね。買った買った。ね、買った、買っていろいろなんだけど、紹介する、そう、だから、なんでこの動画始めたかっていうと、こういうものをですね、紹介する場所がないんだよね。買ったはいいけど、 ええと、ラジオとかで紹介するのは、やっぱり5分ぐらいしか時間くれない、ということなので、もうこの際だから全部紹介しちゃえっていうですね、この長すぎる動画を、えー、出す場所っていうね。これあの、誰にも文句言われないんでいいですよね。こういうね。これほぼ日成長は一応まあこれはあれですね、えー、定点観測的なものなので、時々仕様が変わったりするんでちょこちょこ変わってますけども、まあ保護日はね、もうみんな言うまでもない。 トモエリバー、そして、ここにね、あのー、伊藤重聡里氏のですね、あのー、選んだ気の利いたコメント、そして、まあ、いろんな、なんか、ね、最近またこういう、なんか、ストレッチとかいろんな情報が入るようになりましたけども、はい。ということで、まあ、1日1ページの、を流行らせた、すごくね、大きな要因の一つでもあります。えー、保護日成長期ですね。はい、これ大事。はい。えっ、ー、とですね、ご行こうかな。はい。えー、私の手帳、もね、 このこけしが愛らしくていいですが、これ、この割り切り俺好きなんですよ、このね。モーニング、アフタヌーン、イーブニングっていうね。朝、昼、晩、それぞれ何すんのっていうね、ことだけを書いておくっていうことで、もうこんだけのシンプルなノートなんですけども、手帳なんですけども。 あ、なるほどね、っていうね。これで済む人も多いわな、っていうふうに思いました。という。僕もね、自分のマンスリーのページは、え午前午後、あ、午前午後、えー午午後えー、早め、午後遅めっていうので、まあ、これと同じですね。えー、な感じで分けております。だから、例えばイーブニングになんか、例えば、取材とかですね、食事とかいうのを入れてあると、もうその日はイーブニングって1個しか余裕で、仕事できないんだよね。 午前中にできる仕事っていうのもやっぱり、なんか打ち合わせとかも1個は入れられるけど、2個も3個も入んないので、って考えると、まあ大体これぐらいで、え概要はわかるということで。まあなこのこけしが、あれですけれども、なかなかこれはよくできてますよ。っていうね。えー、あ、えっとね、これどこだっけ。すぐメーカーが、えーと、えーと、えーと、あれどこだっけこれ。えーとですね、そう、あ、ハイタイドだ、これも。ね。 ハイタイド。いろんなの作るよね。ほいいですね。はい。それから、えっ、ー、と、これか、これはね、デスクをスッキリしてね。もうこれね、もっとも、組み立てるのやめときます。えっ、ー、と、簡単なんですけども。えっ、ー、と、これはですね、あの、ここ見ていただくと、要は、あの、さっき三角になってた立てるタイプのカレンダーなんですけど、これだから手帳じゃなくてカレンダーなんですけど、カレンダーのこの三角のこの隙間が有効活用できるように引き出しがついてるんですよ。 なので、ね、あの、引き出しに物が入れられるんですけど、こうやって横から引き出せばもちろん物が入るんですけども、そうじゃなくって、やっぱ組み立てるえっ、ー、とね、あ、でもやっぱりちゃんと組み立てないとめんどくさいので、これはちょっと今回は後にしますが、えー、組み立てるとですね、えっ、ー、と、このね、正面のところをペコンってこう開くとですね、中がハッチになってて、こう中が取り出せるっていうね、スライドさせなくても取り出せるっていうね、このね、アイディア、ものなんですけども、えー、こういうですね、 えー、アイディアが面白いなと思うと、これも買ってしまうっていうね。ものだったりします。これいくらだっけな ?980 円。はい。あります。えっ、ー、と、これカールさんね。カールさんは、これ、これもでもやめちゃったまだやってるなんかあれですよね。えっ、ー、と、これ、カンミサトさんね。えっ、ー、と、ソムリエルのカンミサトさんと、え、コラボで作ったものでですね、上にこうやってリングがついているタイプで、やっぱりこれもですね、立てるんですけど、立て方のギミックはちょっと違っていて、 ここですね。えっと、表紙をこのゴムバンドで止めてあるんですけども、このゴムバンドをこうやってやってですね、この後ろ表紙の部分がですね、ここを引っ張るとゴムバンドが中に出てくるんですよ。で、このゴムバンドがここの広がりを止めるので、トンとやると、これが足になるよと。この状態で足になるんですね。なので、こんな風にして足になって止まるよということで、まあ、 中にあるのはやっぱり同じようにですね、えっと、こういうですね、えブロックマンスリーと、あとは、え後ろ側に、まあちょっとしたメモみたいな感じになってるんで、マンスリーなんですけれども、あ、そっか、5月は5月で、これね、やっぱり、あれか、あ、でも、そうだね、6月で、前の月の5月と7月が出てるんで、これで見開きですね。 なってるんですけども、これね、穴の位置がルーズリーフと同じなので、カールのパンチで穴を開けると紙を挟めますよ、ということで挟み込むことができるよという感じですね。はい。こんな感じでルーズリーフの紙も挟めますよっていう風になってます。はい。ですね。この工夫系。あ、このリングの部分は結構簡単にこうやってパチパチやると外せるんで、外して付け替えができます。はい。これから、はい。 あるね。自分手帳。あ、自分手帳ね。自分手帳も売れてるらしいね。これはね。あのー、同級生の佐久間くんが作ってるんで、まあんま、いろいろコメントしづらいっていうところはありますが。はい。 ええとですね、あの、テレビチャンピオンでね、あのー、戦ったですね、あのー、ええと、今は、白報堂ですかで、仕事をしている、佐久間くんがデザインしたやつでですね、学生の時からいろいろやってたらしくて、それが商品化されたものですね。ええー、なんですけれども、まあ、自分でデザインしたものということなんですけども、これの最大の特徴は、真ん中の部分が、ええー、と、まあ、バーチカルタイプですね。えっ、ー、と、方眼ベースのバーチカルタイプが真ん中に入ってるんですけれども、 それとは別に、このライフっていう、えと、のと、冊子がね、3冊あるんですよ。アイディアっていうのと、これ3冊組になってます。で、えっと、要は、毎年新しい手帳に買い替えた時に、えっと、基本情報を書き写すのはめんどくさいので、まあめんどくさいっていうのがどうかわかんないですけども、なので、えっと、ここには、えっと、まあ、一生分の手帳と、一年分の手帳と、あと今の思いつきっていうのを3冊に分けましたよと。 それを一冊にまとめてありますよ、ということなので、これは、えー、一生分手帳。あの、なので、えっ、ー、と、生まれた時からですね、例えば、マイニュースって書いてあってですね、これはですね、えー、生まれた時ですね、0歳の1が、1月から12月、1月から12月ってあって1歳。だこれが何年って書いておくんですね。 僕だと1974年が0歳のこの6月のところに生まれたよって書いてあって、ここからスタートするわけですが、これ100歳まで書けるようになってますよ、ということです。なので、で、ここが4つに分かれているので、自分の、まあ、話が2つと、あとファミリーニュースとワールドニュースっていうのがあって、まあなんか家族の、ね、え、まあなんかこう、ニュースも書けるよと、なんかね、 え、いうことなので、家族がどうだったとか、引っ越したとか、そういうネタとかも書いておくと、後で思い出しやすいよってことですね。あと、まあ、ワールドトラベルマップ、どこに行ったよっていうのが書ける世界地図、日本地図、ね。とかもあるし、あとは、これは1年の、まあ、あれですね、記念日的なやつですね。え、1月から12月までの、これ、今日は何の日みたいなのがずーっと書いてあって、それと横に、ここのところにですね、えっと、まあ、 自分の記念日だったり、友達の誕生日だったり、えー、そんなものをこういうところに書いておくといいかなっていうふうになっていますよ、というところですね。あとやっぱりライフプラン、ね。えー、このね、えー、みたいなものを書いておくようになってます、という感じですね。こういうところね、はい。なんか自分年齢とかね、イベント、配偶者年齢、イベント、えー、これは子供とかの名前とか書くんでしょうかね。自分年収とかね。カタカナで自分年収って書いてあるところがちょっと、 あれですよねうん。やっぱこの年収は自分銀行に預けるべきですよね。どうでもいいか。えー、みたいなことをですね。えー、書いておく。まあ、生活費とかなんだとか日とかを、この、1年ごとに書いておいて、取っておくっていうのができます。あ、これはな、ね、あと、100のやりたいこと。ね。人生でやりたい100のリスト。よくありますね。そういうのを書くところになってますよと。これ面白かったの、あれだよな。すごいなと思ったのは、これとかね。 家族の生きてきた道をとか言って、これあれですよね。えっ、ー、と、なんとか家、なんとか家ですよね。だから、こう自分の、ね、家紋を書くところが、家紋。カタカナで家紋って書いてあるんですけど、これは家紋。祖父、祖母ってカタカナで書いてありますけど、<laughs> 面白いね。父、母っていうね。えっ、ー、と、一応これ全部あれなんだろうな。カタカナで書くのがルールなんだろうな。で、えなんとか家、なんとか家ですね。えー、ということで、佐久間くんこの間結婚したからやっぱこれを全部埋まってんのかな。 感じですけども、えー、それぞれのですね、えっ、ー、とー、家系図が書けるようになっている。ということですね。うん、うん。あ、でも、ここが自分なんだ。あ、こっちが自分か。ええー、ということなのね。あ、そういうことなんですね。自分と配偶者がいて、子供がいてっていうので、子供がまあ一応3人まで予ってたんるよね。で、孫っていうのを書くところがある。<laughs> ね。 っていう風になってますよ、ということです。ほうほー。で、兄弟っていうのがいて、とか言って、で、ここに父と母がいるわけか。そうかそうか。なので、で、おじいちゃんおばあちゃんがいて,って、ておじいちゃんおばあちゃんの代までは、これで書か、書くことができるよ、ということですね。家系図でも大事だよね。あのー、あれとかに行った時に、あの、ね、あのー、いろんなイベントごとで、あ、これ二つあるのどういうこと配偶者。えまあ、配偶者の家系図 作るところも新しくできたんだ。まあ、なんか、あの、あれですよね。その、法事の時とかにみんなが集まった時に誰が誰だかよくわかんなくなっちゃってるんで、ま、あそういうのは書いとくといいのかなね。あとは、まあ、えっ、ー、と、まあ、大事な人のリストとか、このね、パスワードヒントリストっていうのがね、あれですね。パスワードをどう覚えるかみたいな、なんか残しておくかなんだけど、これね、パスワード思い出すランです。一文字目のみ書き、あとは文字数で縦線を引くだけで思い出せます。 なんか思い出し方がいろいろ書いてあるんだね。うーん。もうほんとパスワードほんと困ってるから、そういうのはね。もうこれ、だからなくしてもバレないように書けよってことなんだろうなということだね。そういうことです。えー、まあそんなのが、まあ一生手帳がついてるよと。で、えっ、ー、と、まあ一日の手帳はこのなんか、あの、えっ、ー、と一応ね、この白いところが、えっ、ー、と日中で、ここが、えっ、ー、と夜間なんだよね。 このあの日の出日の入りがずれるからだん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 これ時間がずれていくっていうタイプと、まあ今日のなんか気持ちとかいろんなものをえ書いておける感じになってますよということで、はい。これも、何ですかね。これもかなり、えっと、人気は人気で、えっと、これをっていう、これあのあの、えっとなんだ、えっと自分手帳ファンって言います。やっぱりすごいいるみたいですね。ということで、え、海外でもなんか売れてるらしいですよ。 はい。ね、あとは、えっ、ー、と、まあ、地図と。あとね、こっちのね、アイディアっていうのは、もう本当にノートなので、えー、何でも書けるようなノートになっていて、このノートだけを追加で買って入れ替えることもできますよということで、こっちは頻繁に変えましょうと。こっちは1年使いましょう。こっちは、だから次になった時に、ここだけは、次の手帳に差し替えて使いましょうと。で、いうことですね。3-in-1 ライフログダイ d リーって書いてありますね。うん、すごいですよね。 えー、自分のすべてがこの中にてて、てまはい。まあ、そんな感じの手帳ですね。国用がね、こうやって外部の方、えー、の商品を作るっていうのはなかなか珍しいことらしいんですけども、ね、はい。こんなものはあります。えーと、これはですね、これは横細長い、えっ、ー、と、横一列タイプですね。で、31末とあと1週間っていうタイプですね。 はい。えっ、ー、と、これはラコニックだな。ラコニックの、そういやつ。まあ、これもやっぱりキーボードとの間に挟むみたいな使い方ができますよっていうやつですね。はい。はあ疲れてきた。はい。はい。えっ、ー、と、これは、これはあのね、手帳に足す用だよね。あなたの手帳をもっと便利にということで、これは手帳に差し込む用のノートですね。えー、これは方眼のノートとかなってますけれども、これいろんな種類があります。 大号さんですね。はい。大号さん。はい。えー、から、これはですね、アコーディオンノート。これノートだな。これ手帳じゃないですが、えー、ノートでアコーディオンノートって言って、まあ、全部蛇腹でこう繋がってるよということなんで、いくら言ってもこんな風にどんどん出てきますよということなので、えっ、ー、と、横に長く繋がっていて、一応ですね、まあ、中間はミシン目で繋がってるので、あの、必要な長さだけ取ったらピリピリって破いて使えますよというノートですね。 なので、えっと、延々広がるので、えっ、ー、と、まあ、アイデアが広がった分だけ広がっていいよっていうことで、えー、プラスラボシリーズ。ね。はい。です。えっ、ー、と、これはですね、あのー、山桜っていうあの名刺とかね、そんなのの印刷なんかで得意なところなんですけれども、最近オリジナルの文房具をいろいろと出している山桜さんのプラスラボシリーズ。です。はい。こんなものがあります。はい。さて。 ええと、次はなんだこれは、ええー、とですね。うんとうんとうんと、ユナイテッドビーズ。あ、これもユナイテッドビーズなんで、もうちょっとね、会社がなくなっちゃいましたけれども、こんな感じです。ええー、と、だから結構ね、好きだったは好きだったの。面白かったんだよね。ええー、と、下がこんな風に横向きの、まあ、ガントチャートっぽく使える感じで、上がバーチカルだよっていうタイプですね。まあ、 項目として書いてもいいし、ここを横向きに貫いて使えば、ええー、ガントチャートっぽく使えるよというやつですね。はい。ね使い勝手は良さそうなんですけども。やっぱり手帳って長く出し続けるのがすごい難しいっていうのもあったりします。はい、これエディットですね。エディットは1日1ページタイプの、はい、手帳で、まあ、あのー、ほぼ日はね、 あの、ロフトでしか売ってませんから、えー、それ以外のお店、あれ、法日はロフトだけと契約をしているので、ロフトにしか置いてないんですね。なので、えー、他の道、店で1日1ページだと、えっ、ー、とですね、あのー、このエディットは、これはあれですね、あの、マックスが作ってる1日1ページタイプのシンプルなタイプですけども、これとか、あとは、特急ハンズオリジナルとかね、いろいろあったりするんですけれども、そういうものを使う感じで。まあ、こう普通に使いやすいですね。 えっと、1日1ページで、まあ、時間軸を使うもよし、普通のノートとして使うもよしという感じです。ですね。なんか今度でもこのエディットと同じ表紙でできてるノートも出るらしいんで、まあ、そこら辺もちょっと期待してます。ということで、えー、エディット、ね。になってます。1日1ページ。この1日1ページでは結構これも定着してきた感があります。はい。そして、はい。えっと、システムバインダーの今年でも、 去年あたり去年とか一昨年とかに急になんかあれですよね。バインダータイプちょっと増えましたよね。えーとー、これね。えーとー、とうとうとう。どうなってるかっていうと、これもやっぱりさっきと同じで、あの、さっき見せたやつ同じ。レメフジさんなんですけども、これが、こうやって見ると、二つ、だから、えーとー、何 えっと、システム手帳がこっちとこっちにあって、実はそれがペコンって開くと、えー、両側で見れるよっていうタイプになってますよということで。まあね。パチッってやると、この後ろマグネットでくっつくようになってるので、このままこうやってやると、まあ普通にどっちかだけを開くことも全然できますよという感じなので、片側のバイブルサイズの手帳としても使えるし、これが横に広がることもできるよということです。うん、でもあの、 こうやって見るとなんか色物っぽいかもしれないですけども、結構初期の頃から、えー、ニコリングのついているタイプのシステム手帳って、あのー、あれですね、あの、日本に最初に入ってきたですね、あれなんだっけ、<laughs> どう忘れちゃった、えー、<coughs> システム手帳には、すでに、えっ、ー、とですね、あの、本国では、あーの、なんだ。あれ、もう本当に、 出てこなくなった。まあ、いいや。<laughs> えっと、まあまあ、システムバインダーは結構昔からツーリングタイプっていうのもあったりしたんだよっていう話です。で、はい。えー、こんな感じでですね。えっ、ー、と、まあ、4ページ分同時に見れるっていうことと、さらには差し替えもできるので、えっ、ー、と、これはいいですよねっていうことで、えー、デュアルタイプっていうことですね。大画面。な、ええー、まあ、システム手帳です。はい。あとは、 はい。もうだいぶいってよ。あとは、はい。もうここら辺はあれですね。えーと、これはカバーね。えーと、よいしょ。アポイントっていうシリーズなんですけども、これもですね、DAIGO さんの、えーと、これは手帳を、これもやっぱり2冊入るっていうですね。 ま、同じ考え方ですね。こっちとこっちに入れておいて、裏がマグネットで止まっているので、2冊の手帳を入れて開ける、これカバーで解決しようというタイプね。なので、えー、のものです。はい。2700円。ヨドバシで買ったんだな。はい。というものです。はい。ちゃ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 。はい。めちゃくちゃあるでしょなんかね。これを、まあなんか、 最近その動画をやるようになって、ああ、なんかもうこういうの流せばいいんだと思って、ちょっとね、発表する場がないものが多すぎるんで、ということで、ね。もうだいぶ聞いてる人も少ないかもしれませんが、続きいきます。はい、家族手帳。はい。これはですね、丸全で買って1100円。はい。えーとですね、この家族手帳っていうのはですね、これ、あれ靴はさ、どこだっけな ええと、靴はですね。はい、靴はです。えーと、まあ、家族がいる人のための手帳で、まあ、こんな風になってるよというところですね。ここに、ほら、えー、ママ、パパ、まあ、息子みたいな、えー、感じの、えー、ことが書けるようになっています。まあ、やっぱりママが使うことを考えてるんだよ上がママなんでね。っていう風に、ここに予定を書いて、まあ、パパの予定とかね、出張とかいうのは書いておくのにちょうどいいよということで、家族用のノート。 になってますよということで、まあえー、家族の予定を分けて書けますよというふうになってます。まあ、こういうところにね説明書きがついてますけれども、ね、9年目のベストセラーということなんで、やっぱ人気なんでしょうね。はい。ね、子供の塾とかね、えー、そういうのもあります。ああ、もうこれね、死ぬまでにしたい100のことノート。まあ、さっきのあのね佐久間くんの <laughs> えっと、なんか自分手帳にもありましたけれども、えこんな感じでですね、死ぬまでにしたい100のことを書く、もうもうノートですよ。もうがっつり、え1個で見開きですよ。なので、ま、あの、100分のいくつって書いてありますからね。いや、100個思いつくのも大変だわーって思いながら、どうしようかなって感じですね。ま、買ったはいいもののっていうね、じゃあ書けよって言われそうですけれども、え思いついたら書くことにしようって感じです。はい。さて。 これ一緒だな。えー、ノートタイプなので、ノートのカバーなんでいいや。はい。それから、これは、なんだっけえーと、ダイヤリーですね。んなんで、なんで、なんでこれだっけこれどこのだっけえーと、ノルティのやつだ。なんか、能率系のやつと同じ形線っぽいけど、まあ、これ時間軸が、まあ、こういう感じに並んでるからかな。 うん、なんで買ってきたんだっけななんだけど、ま、あ要はこ、この、こういうふうに縦に進んでいく感じで、8、9、10、11、12。まあ、午前、午後、夜、みたいな感じの。ま、あこの、ちょうどこの、ね、えっ、ー、と、8時から12時までとかって並べると、確かにちょうどいい感じですかね。8、9、10、11、12。えー、5時間ごとに、並べるのか。えー、で、あと、ここのね、この切り取りがま、あ便利だったりしますよね。手帳に時々ついている、このね、 あの、やつですけど、これ名前がよくわかんないんですけど、クイックなんちゃらって言って、あの、クオーバディスには書いてあったな。はい。って感じです。ね。まあ、シンプルな感じです。ちょっと失礼。はい。そろそろ花粉の季節ですかね。はい。それから、あと、これはもう説明は前にしたのでしませんが、えーと、これあれですね。マークスの ええと、これね、偽装を作るマイノートってやつで、ま、いろんなリフィルがあるので、この説明はえらい長いことやったので、割愛します。ええー、と、前の動画を見てください。で、同じような感じでですね、ちょっと流行ってるのが、このクリップブックっていうのもね、ちょっと流行ってますよね。ええー、と、これは、要は、6穴の、英語サイズ6穴のバインダーです。で、まあ、 いろんなものを挟めるので、えー、いろいろ使おうっていう提案をすごい頑張って店頭とかでしています。まあ、当たり前なんですけど、ルーズリーフとして使えますよということなんで、まあ、あの、パンチ買ってくれば、そういう使い方もできるし、いろんな紙があるし、いろんなものを貼ったりなんだりして使ってくださいということで。これ、ファイルファックスが今流行らそうと。あ、そうです。ファイルファックス。そうそう。ね。あの、システム手帳を、まあ、世界で最初に作ったと言われているファイルファックスですね。です。 なので、さっきの話。あの、ファイルファックスが、ええとですね、最初の頃作った、使ったやつにもですね、あの、実は、あの、二つリングのやつもあるんですよって話ですね。はい。 なので、ファイルファックスといえばですね、元々はだからその、なんですかね、ビジネス用というか、の、あの、まあ、名簿管理であったりとか、そういうことをするために、ま、システムバインダーだったわけですが、え今やこういう楽しみ方みたいなところで、もうガチビジネスマンではなくて、こういうですね、楽しみ方に来てるっていうのもね、あのファイルファックスがですよ。なので、昔ね、80年代頃とかには、山根和馬とかも出てきたりとかして、まあ、 何ですかね、できるディビジネスマンの代名詞みたいな感じの手帳だったわけですが、えー、今や、えー、その差し替えできるっていうのを、何ですかね、あのー、単純に言えば、その、えー、ウェブの、えー、ツールなんかで代用できてしまうので、じゃあ今誰に訴えるのって言ったら、やっぱこうやって楽しんでいきましょうよっていうところで訴えるということになってきてるのかなと思います。はい。うん、う全然関係ないけど、ついでに紹介しとこうかれね。 えー、バーコでモリモリ、凹凸塗り絵カード、ノートってなってるんですけど、このノートの、これは、オフィスサニーっていうところが作ってるんですけど、この、この漫画が好きで俺、これ、この人何ていう人だったっけななんかこのね、ああ、その、樹液太郎って人ですか。この人の漫画が好きで、あの、あれだったんですけど、バーコ印刷って言うんですけど、あの、ちょっとね、テラ、テカテカしてると思うんですけど、こう、 ねえ、ちょっとね、盛り上がってて、こう触るとわかるんですけど、ここだけツルツルのテカテカで、一段ちょっとポコッと盛り上がってて、なので、ここがやっぱりあの、縁がですね、あの、ちょっと盛り上がってるから、塗り絵するときにここがね、なんか土手みたいになるんですよね。なので塗りやすいっていう塗り絵が、ま中身は普通の方がなんですけども、このね、え全然絵が可愛かっただけで買ってきてしまったっていうね、意外と、お値段もするんですよ。 という感じの。まあ、あとね、印刷技術とか、そういうのが、ちょっと変わっているな、みたいなものは、つい買っちゃいますね。え、それは、あの、あ、今こんな印刷が普通にできるんだ、とかいうのを、僕は、あのー、まあ、見るのも、なんか、楽しみの一つなんで、そういう意味ではですね、こういうの買います。はい。なので、こういうの買ってきたりしますよ、ということですね。あと、あ、そうだ、これもね、紹介しとこう。はい。 えーとですね、ともえファンの皆様、ね、ともえリバーファンの人はですね、ともえリバーノートっていうのがあります。もう手帳ファンの中ではですね、ともえリバー大好きっていう人がいっぱいいると思うんですが、えーとですね、これあの、ともえリバーを出している、えーとー、あそこですね、えーと、なんだっけ、えー、テクニカルペーパー株式会社っていうところですね、えー、栄、ね、栄テクニカルペーパー株式会社っていうところがあってんのかなはい。 酒井さんが出してるやつですけども、まあ、あの、とリバーの、まあ、販売をやってるとこですね、このね。あのー、切って売ってる、シート上でも売ってるはずですけども、このトモエリバーで作ったノートブックなんで、まあ、一冊丸々トモエリバーですよ、ということなので、トモエリバー大好きさんは、このノートはいいよっていうね、紙して選んでくださいっていうのが一つ。でですね、と思ったらこれ結構分厚いし、値段もですね、これいくらだっけ結構高いんですよ。 ね。なんですが、えー、薄いのもあるよって言ってですね、これね、あのー、北海道にある大丸富士セントラルっていうお店があるんですよ。で、そこのオリジナル。で、トモエリバーでできたセントラルオリジナルノートです。お客様の声で成長してくるノートですって言って、多分要望があったから作っちゃったんだろうね。えー、ともえリバーの、これ全く経線とかのないトモエリバーのノートなんですけど、普通に、 まあ、紙だけを楽しむ。でもね、表紙も裏表紙もね、何にも書いてないんですよ。なんで、帯なくすと、なんだかわかんなくなりますけど、これが結構ですね。はい。あ、しかも、この帯がお客様の声用紙となりますってなってるんで、ここ切り取り線をそっと開けると、あ、すごい。ここ、ほら、ご意見ご要望をお聞かせください。こちらの用紙を、ほら、面白いですね。 え大丸富士セントラル2階下りエスカレーター横のご意見ボックスに投函ください。またホームページのお問い合わせ方からも受け付けておりますということで。まあ、大丸富士セントラルでしか売ってないわけですから、これ北海道のね、あの札幌のね、あの駅の近くにあるわけですよ。えまあ、駅の近くてかまあ、あの札幌にあるんで、市内にあるんですよ。で、そこの、えー、っと、大丸富士で、えー、しか売ってないから、 ま当然、そこで買った人に向けて書いてあるけど僕も北海道に出張の時に買ってきたのね。なので、えっと、これはですね、あの、意見があれば、え、そこのエスカレーター横の、えですね、2階だ、どこだっけ。2階下りエスカレーター横のご意見ボックスにこの切り取ったところに、ああしてほしい、こうしてほしいって書くと、成長すると。新しい。ね。あの、お店オリジナルってのも色々ありますけども、こういうのなんか面白いですね。 はい。あの、なんか、表紙とかも書いてありますね。このトモエ、ともえリバーとは、薄くて裏抜けの少ない紙、万年筆との相性が抜群に良い。表紙。え、洋皮紙って書いてある。洋皮紙っていう名前の紙ですよ。え、ベニっていうね、紙です。はい。これは、竹雄だったかな洋皮紙っていう、この、この紙はね。竹尾かどこの紙ですけども。で、札幌大道印刷株式会社で作っていて、企画大丸富士セントラル。 なかなかじゃないですか。ね。ちなみにこのトモエリバーっていうのは、トモエ川製紙所かなっていう名前のトモエ川っていう会社が紙を作ってるんですよ。製紙会社があるんですね。で、そこのトモエ川のトモエリバーっていうのはもともと何用だったかっていうと、これ今筆記用紙としてすっごい評価高いですけれども、もともとは、あの、薄い印刷紙を作りたかったんですよ。で、 あのー、この話またどっかでゆっくりしたいなとは思うんですけども、その、だから印刷用の紙で薄いけどインクが裏に抜けなくて、で、要は何のためかっていうと、郵便でチラシを、これチラシ印刷のための紙として最初は作ったんですよ。で、チラシ印刷して薄いけど裏抜けしなくて、郵便コストが安くてっていうものの紙を作っていたら、そいつ自体がすごいいい紙なので、 で、裏抜けしなくて薄くていい紙っていうことで、えー、それを手帳屋なんかに使われたりっていうことで、えー、使われるようになりましたよ、ということなので、ね。あ、そう。あとね、えっと、ともリバーで言うと、黎明藤井さんのあのシステム手帳の紙っていうのは全部、トムエリバーなんですよ。 みんななんか知らないかもしれませんが、ずいぶん前からトモエリバーちゃんと使ってるんですけども、なんか黎明夫人にトモエリバーの印象がないっていう、なんかおじさんっぽい手帳をずっと作っているので、全然若い人はですね、トモエリバーって言いながらですね、黎明にあんまり見てないかもしれませんが、あそこの紙はトもエリバーです。ね。なんで書き扱いは抜群にいいよっていうね、ものだったりしますよと。いうことで、大体見たのかな、えー ほぼほぼ行きましたね。ということで、はい。えー、っとですね。よいしょ。なんか、絵が何にもないと持たないので、よいしょ。あれですが。まあ、長い間お付き合いありがとうございます。もう、これで1時間半も喋ってるっていうことなんですが、はい。えーとですね。えー、失礼しました。僕がですね、まあ、なんかこういうのって、まあ、僕の中では面白いことがいっぱいあるんですけれども、 何ですかねこの番組自体は、えっ、ー、と、がっつり、えー、中身を詰めて語る時もあれば、こういう時もありますという感じですね。あのー、なんか昔大学の教授の研究室に行ったら、きゅなんか教授がなんかね、あの、コーヒー飲みに来たついでになんかこう、最近思ってることをずっと喋ってるみたいなのがあってですね、えー、そんな感じの、えー、のを聞いて、ふむふむとか思ってた時代があるわけですけども、なんかそんな気分ですかね。 っていう感じですなのでさて、ということなので、えー、これをですね、段ボールに詰めて、えー、また次のき、えーとね、秋冬ぐらいに、えー、手帳の話をするときにですね、現物を見ながら語れるようにということで、一旦これはですね、段ボールにしまって、ミニクラに送って保管したいと思います。ということで、えー、棚卸しにご協力いただきありがとうございました。ということで、今日はこういうお話でした。以上です。